お前ら半編成のかやつ聞いてたの？すねもう少し前傾させてくれな。すね、はい、な、ちょっとすねが起きてる分だけお尻が後ろ行っちゃうんだね。すねの前傾だぞ。ほらスキーの位置変えるな、スキーの位置変えないで押さえつけながら角度返すの。しっかり角度返して、昨日やったジャンプターン角度返せよ、ね、フラット入るじゃなくてもなんだセリね、こっからスキーの位置変えてテールが外へ出てっちゃうわけ。ここのかかとの位置絶対変えちゃダメ。かかとの位置変えないでスキーのももの内外線使って角度返していくの。はいよー、ももの外線から外足の内線、内足の外線から外足の内線ね、ここが腰の向きの方向を決めるポイントになるわけよ、ね、まだちょっと足らねえだろ。はいよ、しっかり面返してね、遠心力と釣り合い位置にもっと返してからエッチング、返してからエッチング、もっと返せ。